アダム・カール・ビル・ヘルム・フォン・ビュルテンベルクは、ビュルテンベルクの王族、ロシア帝国の将軍、ビュルテンベルク王フリードリヒ一世の老い、ビュルテンベルク皇ルートビヒと、その最初の妻マリア・アンナ・チャルトリスカ公女の間の、一人息子として、プワビで生まれた。誕生の翌年に両親が離婚したため父方に、引き取られ、父の妹である、ロシア皇后、マリア・フヨードロブナに養育された。 アダムはマリア皇后の息子である後の皇帝ニコライ一世の遊び相手となり、早くにロシア軍に入隊、後にロシア領ポーランド会議王国軍に移って将軍にまで昇進している。1830年にワルシャワで11月放棄が発生すると、ポーランド総督を務めるいとこのコンスタンチン・パブロビチ大公に随行して、直ちにワルシャワを脱出した。アダムは、 ジープリアン・クロイツ将軍の率いるロシア鎮圧軍の騎兵旅団に所属して、ポーランドの放棄軍と戦ったが、同旅団は、オルシンカグロホフスカの戦いの直前の1831年2月19日に、ユゼフ・ドベルニツキ将軍率いるポーランド軍に敗北している。アダムは、その後、ニコライ一世の下で、陸軍中将、高級副官にまで昇進したが、晩年には退官して、 予性をドイツで送った。ありがとうございます。